玉縄城は、相模国鎌倉郡、玉縄村、現在の神奈川県鎌倉市、玉縄地域城巡りにあった日本の城、天縄城とも言う。最寄りの鉄道駅は JR 大船駅ナイ10年、北条総運により築かれたとされているが、それ以前から砦かおぎがあった可能性も考えられている。城の外堀が柏川と直結し、 相模湾まで船を繰り出すことが可能だった関係で、水軍などを統括する重要拠点となった。さらに鎌倉に近いことから、鎌倉の防衛という面があった。大森市の小田原城を奪い、西相模に進出した、北条総雲は、東相模の相模三浦市と争うが、長期戦となった。この際、同志の主筋である武蔵の大北に上杉家当主、 上杉と儲城が荒井城に籠もる三浦義康の援軍として、攻撃してくることへの備えが必要とされ、三浦半島の付け根にあたる、この地に玉縄城が築かれた。三浦市滅亡後は、安保里見氏に対する、抑え、また、小田原城の守りとしての役割も担った。北条氏時代には、一門の重要人物が城主として置かれた。初代城主市は、 宗運の実施であるが協力4年に急成。そのため、宇治綱の実施である二代長司ためまさが、玉縄城に入ったが、まだ少年であり、大木谷上杉家との戦いや里見氏の攻撃で、消失した鶴岡八幡宮の再建式も兼ねて父で、ある宇治綱が、小田原城と玉縄城を往復して、政務を見た。その後、宇じ綱は、小田原城に戻ったものの、ためまさは、 天文十一年に急生する。このため、宇治綱の娘婿で長く、上代としてため政を補佐してきた、北条綱重が、ため、政の養子という名目で三大城主となった。以後、綱重の子、宇治重、宇治重の着男史春、その弟宇治勝と四代にわたって、城主の地位が継承された。県上として知られ、大英六年十一月二十六日に、 足利義明に呼応して、鎌倉へ攻め入った、里見義豊の軍勢を撃退した時を、はじめ、たびたび、里見氏の攻撃を退けた。また上杉謙信、武田信玄が相模へ乱入した際も攻略を、諦めたほどである。豊臣秀吉による、天正十八年の小田原征伐においては、玉縄城主、北条氏勝は、山中城の守備についていたが落城が迫り、 責任を取り自害を考えた。しかし弟の北条直茂らに冷められ思いとどまり、敗残兵を伴い落ち延び、諸将が集結する小田原を素通りして、本拠地玉縄城に戻り牢城したことにより、小田原城の北条宇治政の疑心を招いた。玉縄城は徳川家康軍に包囲されたが、地元の竜宝寺住職からの説得により4月21日に降伏、会場、 会場後は、徳川氏や古田茂成、瀬田正忠が守備した。以降、氏勝は、下宇佐地方の北条方の城の幸福会場に尽力し、戦後は、徳川家の家臣となり、下宇佐岩富城一万国の領主となり、岩富藩を立藩した。徳川政権下においても、玉縄城は重要視され、家康側近の本田正信の居城となり、その後は一門の、 長沢松平氏の居城となった。元禄十六年二月十日、長沢松平氏が、上瀬国王滝藩へ天保となったのを機に、玉縄城も、廃城となった。陣屋坂から掘り切りを見る、諏訪団下の土塁もしくは、土橋太古閣の現状諏訪団と、蹴鞠馬館の掘り切り周囲の取りを含め、かつては広大な城域であった。1955年頃までは、 比較的多くの遺構が残っていたようであるが、1963年に女子校の聖戦女学院中学高等学校が城跡に移転して以降、その多くが破却された。近年玉縄城の保存活動が行われ、史跡の指定を目指しているものの、住宅建設の折に遺構が出てきても保存されるには至っていない。近年まで陣屋坂上の車などに土塁が残っていたが、 現在は宅地化により、痕跡程度の土の高まりが見られるほどにしか残っていない。また、縦堀が複数残っていたが、トンネル横のマンション建設により破壊された。破壊を免れた遺構として、近年は宅地化が進み周囲に、数多くのマンションが建築された。聖戦女学院中学校、高等学校に隣接する住宅地に、総運台。 周辺地域に、城山、城巡り、関屋、植木等の地名を残し、かろうじて、龍宝寺から、玉縄城大手口へと至る七曲坂、久成寺から同じく、大手口へ至る、不安坂、陣屋坂等が残っているが、それ以外に、王子の状況を忍ぶことは困難である。女子校ということもあって、学校警備は厳重であり、限られた時を除き、定席の見学はできない。 その他に、玉縄城から近い玉縄城西軍としてに、電磁取り跡があり、各跡、土塁と考えられる土り、掘り切りの痕跡がある。田長尾取り跡がある。長尾取りとされるあたりには、昇格場のところもあるが、移行かどうかの判断は難しい。またその上の大地は、工作地となり、改変もあり移行はないが、南部の古道上に、それらしき場所が残る。 大船観音が立つ場所も物見を兼ねた砦があった場所である。玉川首塚。中央の五輪塔が首塚とされる。画面右手の案内板には、里見氏側の対象を里見義弘としているが、誤り。ありがとうございます。